21番モリさんとルシアのペアです。さあこのペアもファイナル権をかけた走りとなります。さあスタートしました。さあフロントで切りたい。さあフレーム決めてきます。スムーズに流れ、ここでフロントで引いてスラローム。さあスラロームから遠く奥下りしっかりと決めた。さあ流れ、トンネルフロント。さあダブルバー決めてきました。シュートから丁寧にバースを送り出す。フロントで13番、シーソー問題ありません。さあ残りあと1つ。はい、そのタイム36秒58でファイナル権獲得です。さあ続いて22番土井さんとナナのペアです。このペアもファイナル権かけた戦い。